いましたねここれれに、これになります藤枝市の草むらで見つけたのはマダニです散歩道として利用されることも多いここにはたくさんのマダニが潜んでいます探してみると意外といるもんですねはいあの、山の中だけに しかいないと思われがちですがこのようなあの人が普通に生活しているところの草むらにも普通に生息しています対策せずに草むらに入ってしまうと気づかずにダニに噛まれてしまう危険性がありますなぜ専門家がここまで恐れるのかそれはマダニに噛まれることで感染する危険な病気があるからです 重症熱性血小板減少症候群通称 SFTS は SFTS ウイルスに感染したマダニに噛まれることで発症する病気です九州や中国四国地方など西日本で多く感染が確認されていましたが今年3月に県内で初めて中部保健所管内に住む60代の男性の感染が判明しました その後5月に浜松市の高齢男性が6月に静岡市の60代女性の感染が相次いで確認されました感染するとどのような症状が出てくるのでしょうか最初はですねお熱が出たりですね節々が痛くなったり、えー、まあ発揮が出たり場合によってお腹痛くなる下痢になったりとかっていう症状が最初の方に出てきます 急性の胃腸炎みたいな症状、そして、えー、まあ、咳とか鼻水が出ないようなインフルエンザ。今まあ、今でうとコロナに近いかもしれないですけども、そういうような症状が最初に起こってきて。致死率っていうのはどれくらいになりますか。か多分六から三十パーセントぐらいですね。コロナより、まあ、まあ、当然死んじゃうような疾患になります。マダニは通常、体長は一ミリほど。しかし、血を吸うと1、一二センチほどに膨らみ。その後も皮膚にとどまります。 田島医師はマダニが皮膚にとどまっている時間が危ないと指摘します24時間を超えるとその感染リスク高くなると言われてますので、まあ、確かに噛みついてですね早いできるだけ早い時に取っていただくっていうのがいいんじゃないかなと思います無理やり取ろうすると意外に取れなくてですねえあの体の部分だけ取れてですね、まあ、噛みついて口が残ってしまうっていうこともありますしその時にですねウイルスを押し込んでしまうっていうこともありますので。 皮膚科のののククリニックの先生にま、ね、まず聞いていいいいいてただくのがいいんじゃないかなかと思います現在 SFTS に対する治療薬も予防薬もなく国内で販売されている虫除けスプレーも効果がありません噛まれたことに気づかないケースもありますさらに SFTS に感染するのは人だけではなく 全く元気がなくて、なんていうんですかね、呼んでも動かないような感じ。だけど熱はもう41度近いような高熱ですよね。それから血便であるとか。静岡市葵区の静岡動物医療センター。本間直美さんは今年に入り県内でただ一人感染が確認された犬を診察した獣医です。 2匹とも40度を超える高熱や嘔吐極度の脱力状態で適切な処置が行われましたがその症状は重く助かりませんでした何が脱落するんですねもうなくなっちゃうとそれで何十匹って言ったってのが分かったんですけどね何か他に変わったことがないのって言ったらばこの子 鼻にダニがいたから取ったんですよということで、それで、あら、まずいのかな、<う>山にあの必ず週に一回あの散歩に行くっていうことを言ってました県内ではこれまでに、犬2匹、猫5匹の感染が確認されていて、猫1匹は回復しましたが、他はすべて死んでいます。犬の致死率は40 最も致死率が高いのは猫で60%と言われていますまさか二頭重なることは絶対ないと思ったけども静岡にそこまで早く進むのかなと思ってそれが一番心配でしたね県獣医師会は県内で感染が拡大しているとして今月、SFTS への対応マニュアルを作成し 獣医師会の会員に配布しました対応マニュアルには獣医師自身が感染しないような対策方法や SFTS を疑う症状の例マダニがつきやすい場所などがまとめられています SFTS という病気を正しく知っていただくことで セーフティーエスを疑う動物を診療する際に安全に安心して診断治療を行うということによってまずの飼い主様への感染を防ぐそしてひいては社会全体へセーフティーエスの感染拡大を抑制していくということを目的に作成をいたしました。農作業やハイキングで人の衣類などにマダニが付着し 家の中にマダニが持ち込まれ、家族やペットへ感染を広げることもあります。大切なペットを守るためにも、私たちができる対策をすることが必要です。肌の露出が多いとですね、マダニが食いつきやすくなりますので、まハイキングなどの場合にはですね、ま極力ですね、露出が少ないような服装をま心がけていただくのが必要かなと思います。 帰ってきた時、まあ、シャワーとお風呂入ると思うんですがその時にです、ね、くまなく一回体を家族の方にチェックしてもらってかみついてないかすると、まあ、早期発見されやすくなるんじゃないかと思います。SFTS に治療薬はなく発症すれば人では30%犬は40%そして猫は60%が助かりません。 これから草むらなどで遊ぶ機会が増える本格的な夏がやってきます感染症を正しく理解し正しく恐れることが必要です